さあ本日はですね、デュエルリンクスのスキルの内容、スキルの変更の内容について検証してきたので、こちらを皆さんに、お伝えしたいなと思います。かなり怖い内容になります。かなり怖い内容、まあ、ガチ勢の方とかがよくこういう検証してるんですが、この内容になるんで、まあ、ぜひね、興味のある方だけ見ていただければなと思います。もうほとんど真面目に、解説するだけの動画になりますんでね、はい、そちらを、ご理解いただければなと思います。で、3月の19日の本日のアップデートによって、僕のモンスターカード、そして魔法の使い手、そして罠戦術の使い手、この3つが、スキルの内容が変更になりまして、創造者はまた3月24日からの変更となるんですが、この3つの検証をしてきました。どういう風に変わるか、これね、1個言いたいのは、コナミさんにお願いしたいのは、このね、内容の変更は開示してほしいね、できれば。じゃあ俺たちが検証して、計算方法とか想像してやんないといけないの、ちょっと意味わかんないから、これできれば開示していただきたいなと、私は思っております。で、まず僕のモンスターカードについて、これですね、どうなるかっていうと、結構ね、100回ぐらい検証しました、みんなで。みんなでいろんなパターンを、まあ、みんな手分けして、ディスコードのメンバーね、で、100回ぐらい検証して、で、出した結論です。で、まだ計算方法が細かいところを分かっていません。これはね、うちの、お抱えプログラマーがいるんでね、その師匠って呼んでるんですけど、師匠にね、計算を、導き出してもらうとして、本日はどういう風に変わったかを、まあ、ご紹介していきましょう。まず今まで通りの僕のモンスターカードのこのデッキ構築だった場合、これ下級モンスター、欲しい下級モンスターを3枚にして、他のモンスターを1枚ずつにした下級モンスターが8枚っていう構築ですね。で、このパターンの場合、下級モンスターの、初手期待値、これ今までは絶対3枚なんですよ。絶対3枚もしくは4枚、3枚か4枚絶対確定する、3枚以上は確定するっていうスキルだったんですが、これが 1.75 枚になりました。100回検証で 1.75 枚、つまり2枚来ないんですよ、初手に。これきついですよね。やっぱ融合デッキ、しかも1枚っていうパターンが 41% もあるんで、融合デッキとかだと 41% も1枚しかなかったら融合できないんですよ。だからちょっと辛いですね。これが下方修正で、3積みしてるモンスターの初手率が、要はこのアレイスター3枚入ってるんですけど、アレイスターが来る確率が 63%、 今までは 80% 近く引けてたんですけども、これが63に下がってるんで、かなり下方修正が入ってます。で、雑感なんですが、初手にモンスターが 1.5 枚しか来ないっていうことで、まあ、やっぱりね、融合デッキはきついね。このバランスでは、このバランスで融合デッキはきつい。そして狙ったモンスターも 63% しか来ないっていうことは、まあ、要するにリスタートって、要は狙ったモンスターをマリガンした場合 75% で引けるんですよ。もちろん次 のドローを放棄してしまうっていうデメリットはあるんですけど、一応欲しいモンスター引くだけだったら 75% あるんで、リスタートだったら。だから欲しいモンスターを引きたいっていうんだったら、リスタートの方が上ですね。で、初手に下級モンスターがなんとね0枚っていうパターンがあるんですよ。 3% ですけど、これ僕のモンスターカードって下級モンスターが入りやすくなるよっていうスキルなんですけども、下級モンスター0枚っていうパターンがあるんですよ。いや、僕のモンスターカードとはっていうねこれちょっと辛いですね。で、逆になんですけども、1枚か2枚の確率がすごい高いんですよ。なので、下級が2枚以下の確率が 80% くらいあるから、まあ、ちょっと事故率も含んじゃってますけど、これで、なんで、初手に魔法罠を2枚以上引けるっていうスキルに逆に考えるとあるんですよ。例えば、剣闘銃とか磁石の選手とかにはもしかしたら使えるかもしれない。で、先に、もしね、スキルがなかった場合っていうパターンやっとくんですけど、これスキルなしの場合、全くデッキが同じ構築でスキルがなかった場合、これね、ほとんど同じなんだよね。下級モンスターの期待値は 1.54 枚で、一応初定で3積みしてるモンスターは少しこっちの、スキルある方が引けるんですけど、まあ 50% だからね、3積みしてるモンスターの初定率は。例えばさ、これ普通にスキルなしで、まあ、モンスター9枚とかにしてすると事故率も軽減できるし、なんかね、そのスキルなしの時とそんなになんか大きくは変わんないんだよね、このパターンの場合はね。この構築にした場合は、スキルなしにすると初手にモンスターがないっていう事故が少し増えたりとか、その全体的には 1.75 枚だったんで、さっきはこれが 1.54 枚になるから少し減るけど、そこまで大きくは変わんないかなっていう感じなんですよ。だからまあ、なんかやっぱりそのスキルの恩恵を受けれるデッキはかなり限られてくるかなと思いますね。で、20枚構築さっきやったんですが、例えば20枚の下級モンスターが8枚じゃなくて下級モンスター6枚にした場合、6枚にした場合は今度は、下級モンスターの引く確率が 1.6 枚期待値になります。
まあこういう風に課金モンスターを例えば剣闘銃なんかはねバラバラにしないといけないんですけど、例えばこうした場合は課金モンスターが1枚以上2枚以下である確率が 86% ありますよと。だからまあこれは何かにもしかしたら使えるかもしれないね。こういうで要は課金モンスターが2枚で魔法トラップが2枚っていう着方するんで、初手にほぼ 86% で、だからそうするともしかしたら、まあ、初手安定っていう風に考えることはできるかもしれません。まあスキルなしでも同じような感じにはなるんでね。なんかあえてこれ使うかって言われると微妙だけどね。で、25枚にした場合、課金モンスターが8枚で25枚にした場合、例えばサンダードラゴンとかね、こういう場合は、初手、課金モンスターの、期待値が 1.7 枚になって、3積みしてるモンスターの初手率が 56%、まあ、ここはここの獣なんだけど、これもまあ一応要はその着方的には今までよりはあの3枚じゃなくて2枚とか1枚になるパターンなんで、サンダードラゴンとかだったらなんかワンチャンあるかもしれないなっていう。課金モンスターが初手2枚率が高い、初手3枚率が低いと。だからまあ確かにもうこれは利点があるかもしれないですよね。で最終的な初手の課金モンスターの枚数期待値が20枚構築とほぼ一緒なんで、まあ大体このぐらいの 1.7 枚ぐらいのところに収束するんじゃないかなっていう感じですね。だからまあやっぱりさっきも言ったように剣闘銃とかサンダードラゴンとかは採用圏内なのかもしれない、まあ、他にもいくつかあるかもしれません。もし何か思いついたらぜひコメントで残しておいていただければなと思うんですが、で次これ30枚にした場合ね、30枚にした場合、これ牧門忍者っていう今まであったこのデッキなんですが、要は半蔵を初手に行きたいっていうね、半蔵初手率 80% があったんですよ今までは。これがなんと 49% っていうね、これ多分なんだけど計算式わかんないんだけど、デッキのね厚さに関係してくるんですよ、下級モンスターを引ける確率が。だからデッキが厚ければ多分ね引けなくなってくるんだよね、だんだん下級モンスターが。で、まずそもそも 1.35 枚ってことで下級モンスターを引く確率が、今までっていうか20枚の場合は 1.75 枚一応あったんですけど、これが30枚にしちゃうと 1.35 枚になるんですよ。だいぶ低いよね、1枚、まっていうパターンが結構多いかな、一番ね、一番多い。で狙った課金を引ける確率も 49% なんで、やっぱかなり低いですね。だからこれはやっぱ30枚の僕もはちょっと選択肢からはなんか若干なんか抜けてくような気はするんだけど、まあなんかその発想の逆転みたいなねことが起きればいけるんですけど、はい、僕のモンスターカードはこんな感じ。まあまとめとくとあれですね、やっぱ 1.75 枚で 63% ってことで、ちょっと今までのようなこういうデッキでは使いにくいスキルにはなりましたっていう感じですね。で次、魔法の使い手、罠戦術の使い手、これについて。これなんですけどもね、今まではすごい強かったんですよ。この例えば芝刈りをガン積みしとくと、芝刈りが 80% ぐらいで、 70% から 80% ぐらいで引けるみたいな、 70% ぐらいだったかなぐらいで引けるっていうか、デッキっていうかスキルだったんですが、今回見てください、3積みしてる魔法カードの初手率 44% です。引けないんですよ、全然引けない。要はこれ今回モデルはあの光の援軍を3積みしてもらってやってもらったんですけども、 44% しか引けないんですよ。これだいぶ弱いですよね。まあ一応魔法カードの期待値的には 1.44 枚ってことで、まあ、1.5 枚ぐらいか、まあ1枚か2枚引けるんですけど、大体なんですけど、ここも0枚っていうパターンが12%もあるんですよ。要は魔法の使い手って言ってんのに魔法が引けないっていう確率が 12% もあるんですよ。いや名前負けしてますよね、スキル自体がね。で今まで通りの組み方をしていたら多分これもダメなんですよ。ちなみに3積みしてる、この例えば光の援軍を引きたいっていうパターンだったら、リスタートにすると58% 引けるんで、こっちよりは高いんですよ、こっち僕のもんよりは高いんですよ、リスタートの方が。これもどうなんだろうね、かなり。だからその魔法カードをとりあえず入れて、なんかどれか1枚引いたら強いみたいなデッキが生まれれば、5種類の中どれ引いてもいいみたいなデッキがあるんだったら使い手でもいいかもしれないけど、逆に言うとそれは微妙だよね。だから魔法の使い手で逆の発想で、さっきの例えばこのこういう僕もんじゃなくて、ここを魔法の使い手にするっていう、ここのスキルを魔法の使い手にして、こういうデッキ構築で、こういうデッキ構築で使うと、逆に言うとモンスターが2枚か3枚は来るんですよ、結構。だからそういう使い方、逆転の発想っていうね、そういう使い方になる可能性はあるかなと個人的には思いました。で最後にまとめておくと、細かいスキルの計算方法は現在検証中なんで、またちょっと分かったらね開示しますが、ディスコードに。
これコナミさんが開示してほしいよねこれデッキ構築のさ根本に関わる問題なんで、これはねコナミさんにぜひねどっか違うページでなんかいいから開示してほしいなと僕は思ってますね。で新しい例えば僕もんのなんか例一応作ってみたんですけど、なんかこんな感じの、もしかしたら要はモンスターが1体か2体、カキモンスターが1体か2体で、あとは残り魔法罠になるっていう、まあ、そういうスキルになると思うんで、もしかしたらこういう風に作るといい感じで初手が操作できるのかもしれないっていう、まあ、そんな感じですね。はい、以上でございます。皆さんもぜひねご意見ご要望ありましたらコメント欄に残しておいていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。